マックスです。このファンクラブはですね、ウェブラジオや企画会議などこれまでになかったサービスでよりファンの皆さんと一緒に盛り上げていく、ファンクラブになります。どうなんだろうね、楽しんでるのかな。ね、早速こう一人ずつのコーナー的なものがあって、ね、はい、もうかなり美奈子とかもほぼ毎日更新して、交換日記だから日記だと思って、でも意外と楽しくてさ、こちらなんかちょっと美奈子が意外だった。そう、私も意外だった。私も意外だったの、ね、まあ、そう、こんなに続くと自分でも思わなくって、うんうんうん、私日記好きみたい。でもファンの子みんなね、いっぱいコメントして喜んでくれてるから、ね、そう、楽しんで今やってる。なんかこうやっぱファンクラブっていうのがあるから、うん、普通のこう SNS と違って、うん、みんながさ、やっぱ応援してくれるっていう気持ちが分かってるから、うん、何でもできちゃ う, そ う, そう、何回でも怒られない。だってナナコのあの声もちょ、私すごくエロいって感じ。え、そう、コメントしたの分かる。あ、分かる、なんかエロい。私はちょっとミルミルって言って、なんかいつもなんか一言をちょっとみんなに届けたいなと思ったんだけど、うん、なんかいつもと違う感じで、うん、あ、そうだ、なんかどこでも撮れるようにひそひそ話にしようと思ったの、うん、あ、ひそひそって、うん、エロさが出てるんだ。そう、気だったらどんなところでも、うん、家でさ、うん、ベビー泣いてても、うん、あのこもってトイレに行ったりして、ね、うん、そう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 やってたぞできると思って、あ、言わなきゃよかったかな。いや、もう全然なんかだってこうやって聞いてるもん私、あれもこれそうなんか今までのちょっとなんかなんかすごいムラムラ、うわー、ちょっと感じることは相当だよ、みんなそう、うん、感じてる、感じてると、ちょっとささやきボイスでみんなにお送りしてるんだけど、うん、まあ、いろんなちょっとね、また企画を立ててます、うん、はい、はい、で、レイナもね、いざプッシュ、そう、プッシュ ね、撮ってるんだけど、ごめんね、まだね、うん、上手に動画撮影できなくて、ね、なんか一回自撮りでイエーイってやったら、うん、声が入ってないとか、あ、そうなんだ、動画、そう、動画を、ね、お疲れ様のプッシュね、そうそうそう、動画を、うん、あの載せてあげたいんだけど、一緒に乾杯ってやって、うん、だけどね、ごめんね、ちょっとなかなかちょっと勉強します、これからもうちょっと、うん、もうちょっとお待ちください、早くついてね。いや、でもりんちゃんの写真が私はすごい、なんで、もう素敵すぎる、贅沢すぎる、あれそうだよ、本当にプライベートで撮ってる。いやいや、あれプライベートってかなりこう、セクシーよ。もうね、沖縄で専属のカメラマンを見つけて、幼稚園からの同級生の男の子に撮ってもらった。のあのページではそれが見れるの、これからずっと。そう、もうとりあえずもう沖縄に行って頼める子がその子くらいしかいなくて、うん、まあ一応ゲイの子なんだけど、いやだからちょっとこう露出しててもなんか別になんか女同士、男同士っていうなんかそんな感じで、だから一個ずつ見ながら、もうちょっとここのショットにしてとか、もうちょっとこっちから撮ってとか、もう二人でこれを見ながらやり合って、そう。なんか今まで以上に自分たち自身もすごい楽しいなっていうのが、そうそうそう、ね、伝わるので、うん、これまでにねない本当にファンクラブになっていると思います、うん、よりファンの皆さんと一緒に作り上げていきたいと思っていますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、これからも応援